自分がどういう人間なのか、どういうことが起きたのか、どうして自分はこうなのかっていうことを理解しようとした時に、家族病理から理解するっていうのはとても、重要だし、それによって腑に落ちて治療が進むってことは多くあります。はい、おはようございます。早稲田メンタルクリニックの院長増田祐介です。今日は親ガチャ、家族病理について解説してみようかなと思います。この親ガチャ問題っていうのはこの前動画に撮ったんですね。撮って結構コメントをたくさんいただいて、多くの人はですね、いろんな感想を持ったり考えたりされたようなんですけれど、その親ガチャがあるっていうのはですね、精神科にとっては結構当たり前の話で、それは何かっていうと、家族病理って形で僕らは理解したりしてるんですね。だから親ガチャって言葉は使わずに、家族病理という言葉を使っています。で、今回はですね、家族病理、その人の家族背景ですね。だから患者さんの家族背景を知ることで、この人はどういう人格になったのか、人格形成にどういう影響があったのか、そしてそれを治療的にどう生かしているのか、ということをお話ししようかなと思います。で、親ガチャ問題ですね。家族病理について結論どういうものかというとですね、完璧な家族とか育て方っていうのはないですね。だから何かしら、多くの人はですね、多くの人というかどんな人にも、家族に対する不満はある。育て方に対する不満。どうしてこういうふうに育ててくれなかったのか、どうして完璧に産んでくれなかったのかというですね、不満はあります。だから大なり小なりありますね、それは。で、精神疾患とかですね、性格の問題っていうのは、その家族とか育て方だけで説明はできません。100% それで説明はできません。昔はですね、それで 100% 説明できるんじゃないかと考えられていた時期っていうのもあったんですよ。だから精神疾患における発症の要因として家族の影響ってすごいでかいから、こういう家族だったらこういう病気になるんじゃないかっていうね、IEE とか言ったりするんですけど、そういうの考えられた時代もあるんだけど、現代ではそういうことは考えません。ただ、人格形成に大きく作用しているのは事実なので、家族病理っていうことも、十分検討しています。ここら辺のニュアンスを、伝えるのは、ちょっと、難しいんですけど、そういうもんだと思ってください。だから、100% じゃないんだけれど、この人にすごい影響してるよねっていう、理解ですね。はい。で、例えばですね、これはその一つの家族の例ですけど、母子家、両親に対して子供一人の家庭でお母さんからちょっと暴力を受けていた、患者さんっていう家系図を書いてみました。で、四角く書いてるのが男性で、丸く書いてるのが女性なんですね。で、この丸に二重丸、内側に丸をつけると、本人っていうことになるんだけれど、お母さんから暴力を受けているということですね。で、じゃあお母さんが暴力を受けて育った娘はどうなるのかっていうと、すごくマゾヒスティックな感じになって、その暴力をする男の人に近づくパターンもあれば、逆にですね、自分自身が暴力的になってお母さんとされたことを自分の子供にしちゃうパターンっていうのもあります。もちろんその2つは奇妙に混ざり合っていて、どっちかだけってことはないんだけれども、どっちもあるなという感じですね。もちろんこの、どちらでもないパターンもありますね。で、なので、それを言われると、それ何の話なんて感じしますよね、皆さん。だから、それって何の理解に役立つのって感じはしますよね。だから、そのお母さんから暴力を受けたからといって、本人がこうなるっていう因果関係が成立しないんだったら、その情報っていらないんじゃないの？科学じゃないんじゃないの？って思うかもしれないけれど、そうっちゃそうだし、そうじゃないっちゃそうじゃないね。だから、複数の要素の中の大きなパーツは占めているって感じですね。だけど予測にはならないと。ただ、難しいんだけれど、その治療上はですね、やっぱお母さんからこういう影響を受けたからあなたは、今こうなってるんだねっていう、結びつけと解釈っていうのはすごく役立つんだよね。治療的にはすごく役立つ。だから、こういうお母さんだからこういう子供になるっていう科学的な予測、再現性とかのを見立てにはあまり関与しないかもしれないけれども、患者さん自身にとって自分がどういう人間なのか、どういうことが起きたのか、どうして自分はこうなのかっていうことを理解しようとしたときに、こういう、家族病理から理解するっていうのはとても、重要だし、それによって腑に落ちて治療が進むってことは多くあります。はい。難しいですね、この話は。どんどんいきます。
で、じゃあ、どこまでを聞くかっていうと、まあ、初心の段階で聞けたら聞くし、初心ではね、時間が足りなくて聞けない場合は、ちょこちょこね、最新の間にちょこちょこ、聞いたりしますね。家族構成とか、年齢とか仕事ですね。どんな仕事をしてるのか。あとは兄弟はいるのかいないのか、兄弟はどこに住んでるのか。あとは兄弟の学歴、親の学歴とかもいろいろ聞いたりしますね。そうすると患者さんって細かく聞かないでほしいとか言ったりするんだけれども、まあ、そうっちゃそうだね。聞かないでほしいなと思う時もあるし、でもそれを話すことによって治療が進む場合もあったりするので、まあ、うまく相手の表情とか、ね、時間とかを見ながら、まあ、聞いたりして、その情報を補足したりしていますね。はい。で、家族理解において、まあ、三つ目ですね。その重要な概念をちょっとお話ししようかなと思います。転移と投影ですね。なんかよく僕、転移とか投影って言葉を、まあ、他の動画でも喋っていて、なんとなく皆さんですね、まあ、言葉のニュアンスとか、漢字的な意味とかから、なんとなく理解されてると思うんですけど、まあ、僕もなんとなくしか理解しないんで、お恥ずかしいんですけど、まあ、ちょっと、説明しようかなと思います。で、転移っていうのは何かっていうと、まあ、人物をですね、その、転移させるんですね。だから、お母さんがこういう人だった。お母さん、例えばね、教育熱心な人だった。ちょっと、人だった場合、その時の記憶っていうのが残っていて、で、学校の先生というか、その、例えば学校の、会社の上司に対して、教育的な人、指導的な人、ちょっと、言葉がきつめの人を、求めに行ったりとか、逆に避けてしまうってことがあったりします。そういう場合、気づいてないかもしれないけれども、上司に対してそういう母親像を転移させたんじゃないのとか言ったりしますね。で、求めに行くこととかを反復脅迫とか言ったりします。で、ですね、今度は逆に主治医側ですね。主治医側がその自分のその弱さとか、そういう人物的なものを、患者さんに重ねてしまって、だから患者さんの治療をしてるつもりなのに、自分が過去に受けたそういうなんていうのかな、嫌な思いを患者さんに投影している、転移させている時っていうのがあるんですけど、それも逆転移とか言ったりしますね。さっき投影って言ってぐちゃぐちゃしてますね、すいません。だからなんだろうな。だから、ね、上司から嫌な思いを受けてた時に、年上の患者さんが来た時に、その人に対してついつい冷たく態度を取っちゃうっていうのは、まあ、わかりやすい逆転移だったりしますね。で、投影っていうのは何かっていうと、内なる感情なんですよね。だから、自分が怒ってる時に、相手も怒ってるんじゃないかと。自分が悲しい時に相手は悲しいと思ってるんじゃないか。まあ逆にその相手は笑ってバカにしてんじゃないかとか、自分自信がない時に相手はバカにしてんじゃないかとか思ったりするのは投影と言ったりしますね。で、それで、それが離れない感じ。それが同一人物としてしまう。だから自分の嫌な思いとか暴力的なものっていうのを相手に投影して、で、相手がさもその暴力の化身のように感じることを投影同一視とか言ったりするんですね。だから病理がより深い人、より病的なものの時は投影同一視って言ったりしますね。だから境界性人格障害の人で、自分が一番自分のことを嫌ってるし、バカにしてるんだけれども、その目の前にいる主治医こそ私のことを理解しないし、バカにしているんだと思う。そしてそれが、その、診察室を出た時にもそれが残っていて、すごく怒りを感じるっていうのは、まあ、投影同一視とか言ったりしますね。で、患者さんはですね、まあ、いろいろ話すんだけれども、この診察室っていう空間ではですね、真実を話すとは限らないんですね。真実は加工されているというふうに考えます。だから、まあ、親のことをひどく言っても、それは投影もされているだろうし、投影されて加工された親の像を語ってたりもするし、上司のことを言っている時も投影はされているし、かつ転移もされているなというふうに判断しながら聞いたりしてますね。だから 100% 患者さんの言うことが正しいとは思ってません。ただ、そういう言い方をすると全部ね、嘘なんじゃないかっていうと、主治医側のね、都合のいい解釈にもなったりするので、ややこしいんですよね。だから客観的な事実じゃなくて、いや、患者さん言ってるだけだよっていうと、患者さんのね、本当の真摯な訴えを無視していることにもなるので、この投影とか転移の解釈とか、は、まあ、絶妙なバランスの中で行われるというか、
まあそういうことになってます。でもまあ結局投影を理解するためにはきちんと家族の話を聞いとかないと、投影とか転用を理解するためにまあきちんと聞いとくと、自分の自己都合のいい解釈ではなくてこういうことだったからなのかなというのがまあ正確に分かったりするのかなと思いますね。はい、ということです。まあ家族病理っていうのはですね、まあ全ての人にあるし、そして患者さんであればですね、その病理は深くなっていくっていうのはありますね。だから普通の健康的な人とは、病理の深さは違いますね。だから、わかるわかるっていう単純なものではない。だから主治医側が、まあ、理解できないっていうのは、まあコメントにもありましたけど、お前なんかにわかるわけないだろうとか言われるのは、まあ、そうっちゃそうだなと思いますね。ただまあ想像力はあるので僕にも、想像力の範囲で相手のことを理解して、それをどう治療に生かすのかっていうことはまあ僕ら精神科医というのは日々考えていることかなと思います。はい。ということで、今回はですね、家族病理について、解説してみました。では以上でこの動画を終わります。もしこの動画を見て良いと思ってくれた方は、グッドボタンおびチャンネル登録、あとシェアの方よろしくお願いします。ではまた。